が持って引っ張った場合、その方向に崩しながら、相手の手が密着したのが緩まないように崩して前へ入ります。しっかりと相手が持ってきた時に、ここの力を抜くんだけれども、相手の気も同時に抜くようにグッと入っていくと、掴まれたら相手の掴んできた力を相手の方に戻すような感じで詰めてしまいます。その詰めた弱い方向に投げる。相手がしっかり掴んでくると、そのまま入るのはなかなか大変です。呼吸力でやる場合と、相手の力を無にして、そこから投げる方向に崩します。持ってきた。はい、抜きました。なら投げる方向に。さっきのは呼吸投げだから抜いて、こっちはこれを道場では私は象の鼻って説明をしてやってるんです。自分の手が象の鼻のように抜いて、やった、相手が持って押してきた時に、基本技これは呼吸力で崩しますから、相手の体勢が自分の方に来ます。そこで回転して外しておいて入り身に入ります。相手がしっかり持って押してきたときに、その押してくる力をなくして無にして、そのまま崩れたところに手を出すと指投げの抜き技の場合には、相手の力を抜いてしまうので、あまり足を開く必要はありません。抜いたところで入れます。では抜いたところで入れます。持ち技、持ち技でやる場合には、相手の手が自分の方に接近してます。そこで呼吸投げにしても、あるいは抜きでやる場合にしても、相手の手を制御しておかなきゃ、制御したままの状態で入り身に入らなきゃいけません。それがせっかくここで制御してポンってやると、これ相手の肘が手が生きてきますから、肘で疲れたり、あるいはこっちに逃げられたりっていうことが起きます。内技の時はこう入ってますから、肘で入っても大丈夫なんです。そこで入ってくる。だから持ち技の時の大切なところは、崩してこれを制御した、これをしっかり生かしておいたまま技に入るっていうことが大事です。抜き技の時も同じで、ここで相手の人の力を抜きました、すぐ入る。
抜くと同時に、はい、抜くと同時に相手の喉の方に入り身に、うわっとすぐに入ります。もう一つ、はい、肩を持ちました、手をかけました、呼吸でこう抜きます。腕だけじゃ抜けないんです。持たれた肩、この作用も非常に大事なんです。手の動作と一緒にこの肩もずっと崩してる。それが持ち技の大切なところ。こう入ってて、腕だけで呼吸力でもできるけれど、ここの肩が生きてると相手の方にうっと返ってくるんですよ。その返ってく瞬間と同時にこの呼吸がパッと出てくる。そうすると呼吸投げっていう意味がそこにあります。相手が肩を持って押してきた場合です。2の場合ですから、横にずらして面を入れます。固定をして肩につけます。呼吸力で締めます。肩持ちですので、腕だけでやるんではなくて肩と後ろの足同時にやって決めます。肩持ち二箇条締め、相手が肩を持ってきた、その二箇条に決めながら相手の方向に決めます。これは後ろの足の張りと固定とを一緒にして決めていくから二箇条として決まります。抜きの場合は固定は同じなんです。ところが相手の力に呼吸力二箇条で締めるのではなく、相手が入っている力をアップしてやります。そうするとそれから締めれば非常に楽に締める。抜いたところ、持ってる力をふっと抜く。そのままこっち側に崩せば、こっち側にも倒れるということです。肩の地方投げ、面を入れて崩します。前に入って回転します。途中までで崩して投げてしまう。相手の肩の方に詰めます。そこで前に入ります。ぐっと横に崩してそのまま下ろします。四方投げ1、相手が手を掴んできたときに、今相手の力がうんと入ってます。その力を無にしてやる、なくしてやるんです。そうすると相手力抜けますから、抜いた手をそのまま回って下ろせばいいわけです。相手が片手を持っているときに四方投げ入ると、1の場合は肩に詰めて入りました。抜きの場合には相手のこの部分に来ている力をふっとなくしておけばいいんです。どっちにでも入れます。片手の四方投げ1、片手を持ってきた時に抜きで相手の力を捉えてしまえば、四方投げだとか四方投げ崩し必要なくなります。相手がもう抜けてるんですから。こっちも返せます。そのまま先ほど
片手持ち呼吸投げでやったように抜いた方向に返す。いろんな動作ができるようになります。ただ相手の手が持ってるのを抜いて離しちゃった、これはまた別の問題です。離れたら自分から入ってくる。あくまでも抜いたけれども相手の人は持ってなきゃならない状況を作るということも大事です。抜いて、そうするといろんな動きができてきます。それの抜いたのを前へ進んでここへ入って倒した。だからあんまりやる方の人はこうやらないでも大丈夫だということですね。片手持ち四方内打ち、相手が持ってきた時に力を抜きながら相手を崩しておいて前へ出ながらそのまま回転して下ろして決めます。今やってるって言っていいのかな、四方投げ崩しにも完全に四方投げを崩しに入らずに親指のふくらはぎを持ってやる四方投げ崩しがあります。この時には前へ前進しながらスッと前へ出して四方投げ崩しの従来の四方投げ崩しは相手の手をここに折りたたんでますから、そんな出る必要ないんです。しっかり決めたまま前へ入る、そこの違いです。だから前へこういってデーッと出て二通りあります。膝に置いた両手に相手がこう持って重心を全部かけてきたときに、その重心を相手の肩の方に戻してやりながら返す返し技です。これは相手が持ってきたときに押してきたときにそのままにしといてやって、その来た力を向こうにポッと戻してやるんです。そうすると自由になるのでキュッと返してやるとこっちに返す、いろんな方向に返す。今まっすぐです、相手の人の手がまっすぐだからそのままこう返しやすいです。ここまで上がったのをキュッとこう返すと返るんですね。それを上げないでその力の作用でキュッと返すと倒れる。今はこうやってまっすぐにこうにしてます。肘を少し曲げます。曲げたのをまっすぐ相手の方に戻せないんです。その時は肘を通して肩の方へスルルルと返して動き、肘の方からいかないと、ただやろうとすると肘でこう曲がっていかなくなるんですね。そこがまた難しいところですね。相手が曲がってる時だから、その曲がってる肘の方向へいっといて上げてやればここでこう入ってきます。それを一気にやるわけです。ゆうきさん。座り呼吸法。それを今度は手を離して持ったら、そのまま押しもし引きもしないでしっかり持ってたら、そのままの力をどっちでもいいからいい方向に。両手持ち呼吸法の基本ですね。その持った引く押すっていうのがあるけれども、相手の力を相手の方に戻してやるっていうこと、あるいは相手の力をこっち側に導いてやるっていうこと、それが1とか2とかっていう変化に変わってきます。だから自分は動かないで大丈夫です。ただしこれも下からこうに持ってる、これをこうやっていくのはこれはぶつかります。その時には下に持っているからその下の方向に力が入ってきます。上から
から持ってくるの、これは大変です。よほど呼吸力でやめればいいけど、その場合は持ってるこの部分を下に崩してやればいいです。あるいは上から持ってきたそのままの方向にこう詰めてやる。ただしこう上から持ってるのをこうやったらいかないです。これ相手強いです。その来てるその力自体を向こうへスッと入ってやらないと。下から、えっ、うわっ、横から、えっ、上から、えっ、おっと、いうもろもろがありますですね。今までは持ってきたその呼吸と合わせて入ったんです。今度は持ってきた相手の持ってる力をふっと抜いてしまう。うーっ、抜くからいろんなこの手の動きできます。下から持ってもここで一回抜いちゃうんです。不思議なもんで下から持ってても一回抜くと、ふって抜くと上に上げても真上から持った、ましてこれ大変です。その相手のこの力をふって抜いとけばあとはいろんな力を、それを持ってきた時に横から、だから両手持ち呼吸投げという、こうやって投げるのも相手がしっかり持ってるのこうはいかないんですね。本来はよほど呼吸力でこう崩すか、あるいは持ってきた相手の力をなくしといてやれば動きやすい。力を捉えて、掴んできた瞬間に捉えて、それをこう持ってきたのをバンッと前に入る。いろんな動きが抜きとそれから連動してやっていくということですね。をして両手を持ちます。違った力で引っ張った場合です。片方は天地投げの天に向けて、片方は天地投げの地に向けて崩します。その時に後ろ足を丸く入って相手を崩します。下ろした手、上に上げた手で円を描くように向こうへ、相手が持ってきた時に引く力なんですけれども、それをあえてよっ自分の方へ崩しておいて入ります。振りかぶるのは同じなんですが、やや自分の方に向けてスッと崩し上げて投げるという天地投げですね。基本動作の中に終末動作っていう動作がある。こういうふうな、こういうふうな、それを2つ合わせたのを瞬時にやるわけです。相手がザッとついてくるので前に出て倒すという天地投げですね。
相手が両手を持って押してきた場合の技なんですが、まず相手の力を外すために手首を曲げながら左足をポッと横にずらします。指先から前へ出しながら丸く卵をなでるようにかぶって頭を抜きます。前に下ろしながら投げます。相手がしっかり持っています。その持ってる力をなくします。上にかぶり上げます。上に上がってますから相手が崩れてるからそのまま下に落ちる。相手が正面を打ってきた時に受け止め、流しながら相手の肘の下に手を入れて相手の肘を決めながら前方になります。それから回す、崩す時にどうしても手をこうひねりたくなる。ひねると肘の下になるから全然肘が決まらない。ですからねっと打ってきたら相手の肘が自分の肘の上にこう来るように崩して、相手の肘が自分の手の上にパッと乗ってるような感じ、それを肘を決めながら返して前に投げる。相手が正面を打ってきたときに受け流すのは一箇条とかでも同じ。今度は相手の肘を返しながら足を回転して、下まで下ろした手をずらしながら脇に挟み込む。もう一方の手で固定をする。肘が緩まないようにして挟んで右足を丸く追い込むように決める。相手の人は突きの準備をします。後ろを下げて右足を踏み込みながら相手の溝打ちを突きます。手刀で受け流しながら足回転してさばきます。横に開きながら面を入れて崩します。右足を出して小手を決めます。肘を打ちます。持ち替えて上から押さえる。相手が片手を掴みに来た時にその掴んできた力を横にずらしておいて、同時にもう一方の手で相手の顎に掌底を当てて倒します。それをタイミングに合わせてやるわけです。入り水着で一番大事なところはタイミングです。相手の体
体が自分の方に少しでも近づいてくる瞬間を捉えて当て手を入れます。これが早すぎると届かないし相手は効果ないです。遅すぎると詰まってしまって自分が負けます。ですからちょうど相手がこう出てくるなっていうところでスパッと入る、そのタイミングが大事です。下から手を入れてバンと起こします。起きたところを顎から包み込みながら崩して、右足を出しながら倒します。避けて丸く崩したときに180度足を回転します。回転したままでいると相手の人がここで止まってしまう、重くてできなくなります。そこで回転をする勢いで相手を崩し切って、なおかつ、重心を移動すると相手がしっかり崩れてくる。そこで、メンと起こしておいて、重心をさらに移動すると相手が反り身になった間に入ってやる、倒しやるということです。